こんにちは、速稼塾の久保です。令和3年の2月1日になりました。まあ、ビットコインがね、一時期400万円前後に急騰したと思ったら、そこからね、80万円ぐらい値段を下げて、2、30万ですかね。そして今の時点で340万ぐらいになってると思うんですけども、こういうふうにね、乱高下激しいのは暗号通貨業界のまあ常だということでございますけども、注目のリップルですよね。ちょっと前の記事なんですけども、こんな不気味な記事がアップされたのを皆さん覚えてらっしゃいますかね。リップル公式ツイッターにて謎のカウントダウンが開始されるということなんですよ。まあ、これも非常に大きな物議を醸し出した話題だったんですけども、こういうことを知らずにね、通り過ぎた方は多かったと思うんですね。そしてですね、リップルに関しましては、いろんな憶測とかね、公式からのアナウンスとか様々なものが寄せられますけども、その中でも最大級のものは SEC による提訴だったかと思いますよね。リップルが裁判にかけられて、もしかしたらリップルは消滅するんじゃないかなっていうことで、いろんな噂を呼んだわけですけども、さあどうなんでしょうかね。この SEC によるリップル提訴っていうのは一時期ですね、やらせではないかってことを言われてるんですよ。以前もありました、どっかのね、証券会社の大幹部がですね、ビットコインは詐欺なんだっていう発信をして、ビットコインが急落したところで、その発信をした人自身が買い漁ってですね、そして急騰を狙って売り抜けるという、こういうふうなね、手法を取られてましたけども、まあこういうふうにね、いろんな情報、いわゆるファンダメンタルズに左右されるとろくなことがないっていうのが私の判断なんですよ。まあですので、私はテクニカル一本でね、これからも行こうかと思います。テクニカルは皆さんもご存知のように FX ですとかね、株ですとか、チャートをもとにして行われる相場解説、相場予測の手法なんですけども、まあ主には FX ですよね。私は FX のドル円を5年続けてきて、今では FX は安定した利益をもたらすようになったんですけども、これを暗号通貨に、応用できないかなっていうふうにずっと思ってたんですよね。で、今多少ですけども応用できるようになって、このテクニカルをもとに私は暗号通貨の取引をしています。おかげさまでですね、順調に利益を増しているわけなんですけども、プラスアルファでファンダメンタルズが入ってくるとすれば、思いもやらぬ急騰っていうのはたまに来ますよね。思いもよらぬ下落ってのにはあまり振り回されないんですけども、思いもよらない急騰ってのはたまに、私のね、その暗号通貨の見方を随分励ましてくれるということがあります。まあ、今回もですね、リップルなんですけども、ついこの前までね、20円とか、30円なんてとても突破しないだろうというふうに言われていました。一時期はね、75円80円のところまで行ってたわけなんですけども、ぐーっと SEC の提訴以来落として、20円から25円のあたりをフラフラするようになって、私もね、一時期決済しなかったことを悔いていたわけですけども、現在はですね、50円弱、48円49円のあたりを推移しているのが本日令和3年の2月1日なんですけども、ずいぶんね、持ち直してきましたね。で、リップルがこのまんま元通りの価格になっていくとすれば、やっぱり70円から80円の間になってくると思うんですけども、私が言いたいのはね、結局はその FX の理論理屈をきちんと頭に入れておけば、余計なファンダメンタルズ、情報操作に惑わされることがないなってことなんですよ。で、いちいちリップルの情報を取りに行くってことでも、全部の情報を取ることが不可能ですから、結局は全ての情報が集約されて、それが一つの図になったね、チャートってものと値動き、ファンダメンタルズではなくてテクニカルによると思うんですよ。で、これからもね、テクニカルをしっかりと学んでいこうかなと思いますんで、FX と両輪で私の方はやっていこうかと思います。というところでね、ちょっといろいろとグダグダ話しましたけども、FX の基礎講座っていうのを私の速稼塾では、去年の10月、11月、12月の3ヶ月のコースを設けてました。で、おかげさまでですね、こちらの方、45名の方にご参加いただいて、まあ、その後もまだね、売れ続けて、途中参加もどんどん来ているわけなんですけども、今回ですね、そちらの方を、まあ、ある程度ね、もうクリアしたよっていう方を対象になんですけども、 FX の基礎講座のこの中級編っていうのをお送りしようかと思います。中級編は昨日からリリースして、すでにですね、価格の発表もまだなんですけども、お申し込みがね、6件あったということで、本当にありがたいなと思っております。もちろんね、一般通常価格っていうのは30万前後に設定はされるんですけども、まあ、この動画をご覧になっている方とか、あと速稼塾に参加されている方は随分とね、ぐっとご期待通り の値下げができますんで、ちょっと価格はちょっと言えないんですけどね、これ一般公開動画ですから、そちらの方をご利用いただければと思います。まあ以前みたいにね、5000円ですよみたいな話にはなりませんけどもまあ無理なく、ね、購入できるようには考えております。あとやっぱりね、 FX なんで、そこそこ勝てる見込みがない方にご参加いただきたいなと思うんですよ。勝てる見込みのある方って言ったら無責任に聞こえますけども、要するにね、 FX の基礎講座のその基礎講座、基礎用語の暗記がまあまあできたんじゃないかなと
自分で思える方ですよね。全く手も足も出ませんでしたって方はあんまりお勧めしません。それはそれはね、基礎講座をまたもう一回やり直したらいいと思います。そして力が整ったらね、また中級編の方はいつでもありますんで、ご参加いただければと思います。まあ、とりあえずね、2月の半ばくらいから開始するこの FX の中級編なんですけども、1週間募集期間を設けまして、2月1日から2月7日あたりまでね、募集期間を設けまして、そこから正式リリース、皆さんのお手元にカリキュラムとして届く、カリキュラムとして届けられるのは13、14日ぐらいあたりかなと思います。今回はですね、毎日のようにみっちりとやる講座ではなくって、1週間に1日とか2日ぐらいしかやりません。そして残りの日はずっと復習に使っていただくために、日々の相場解説をまあ見ていただくってことになります。日々の相場解説は私の方でも、速稼塾の塾生さんはリアルタイムで、速稼塾に参加されてない方は1週間とか2週間遅れて公開されることになりますので、やっぱりね、速稼塾に入って私の相場解説を平日聞きながら、土日はこの FX の中級編を学んでいくっていう、この繰り返しでね、やっていただくのがいいかと思います。中級編は3ヶ月をめどにお送りしますけども、おそらく6ヶ月間ぐらいは放送が続くと思いますので、長い、スパンでね、学んでいく方に向いていると思います。毎日は時間取れないんだけども、週に1回一生懸命やろうかなと、まとめてやろうかなって方に向いてるんじゃないかなと思います。ただね、前提として基礎用語がそこそこ入ってないときついんで、やっぱりそこはね、初級編といいますかね、FX の基礎講座の前回お届けした基礎編の方ね、暗記編の方をやっていただきたいかなと思います。こちらの方は私の方にメールでお申し込みいただいても結構ですし、またね、ブックオフで FX の入門編みたいな本をね、100円とか200円で買ってきて、それをね、自己暗記してもらってもよろしいかと思います。どちらにするかはもう皆さん次第ということになりますけども、 FX の基礎講座中級編もこの暗号通貨の取引をする上でね、大事になってきますんで、ぜひご活用ください。暗号通貨ね、これからもっともっとボラティリティが安定してきて、 FX の通貨ペアと似たような感じになると思います。場合によっては統合されるという、まあ、完全に統合はされないと思いますけどね、MT5 とかに随分使いやすい、形になるんではないかなと思います。今のうちに力を蓄えておいて、来たるべき暗号通貨取引の時代に備えていただければと思うんですけどね、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。